これは、10日、小笠原諸島の父島で撮影された映像です。水クラゲが大量に発生し、枝サンゴが群生した浅瀬の海をふわふわと泳いでいます。12月の父島で水クラゲが多く見られるのは珍しいとのことです。小笠原水産センターによりますと、今年は平年に比べて海水温が高かったため、 この時期にも水クラゲが大量発生したのではないかとのことです投稿者は大量のクラゲに遭遇し傘の部分にハートマークを見ることができ癒しをもらうことができたということです